テレンス・スティーブン、スティーブ・マック・イーンはアメリカの俳優。キング・オブ・クール・ザ・キング・オブ・クールと呼ばれ、アンチヒーローとしてのキャラクターは1960年代の反体制文化にも共通するものがあり、1960年代から1970年代にかけてトップ俳優としての地位を確立した。スタントパーソンに頼らない本格的アクション俳優として一時代を築き、 世界中の映画ファンを熱狂させた。マック・イーンは、放還サンパブロでアカデミー賞にノミネートされている。その他の代表作としては、大脱走、荒野の七人、紳士なティキット、ブリッド、ゲッタウェイ、華麗なるかけ、タワーリング・インフェルのパピオンなどがある。1974年には、世界で最も高級鳥の映画スターとなったが、 その後4年間映画に出演することはなかった。マック・イーンは監督やプロデューサーと対立しがちであったが、その高い人気ゆえにトップスターの地位に止まり続けた。女優のニール・アダムス、アリ・マック・ロー、バーバラ・ミンティとサンドの結婚をした。長男のチャドとチャドの息子スティーブンも俳優。マック・イーンは1930年3月24日にインディアナ州、 ビーチグローブの聖フランシス病院で生まれる。父親のウィリアム・テレンス・マック・イーンは極技飛行のスタントパイロットであり、母親のジュリアーンはアルコール依存症であった。二人はマック・イーンが生後6ヶ月の時に離婚した。ジュリアは幼子の面倒を見ることができず、1933年にミズーリ州スレーターの両親のもとにマック・イーンを預けた。まもなく、 世界教皇が始まり、マック・イーンと祖父母は、リリアンの兄、クロードがスレーターで営む農場に移り住んだ。マック・イーンはカトリックとして育てられた。マック・イーンは、クロードの農場に住んでいた時代について、後に以下のように述べている。彼は、非常に良い男で、非常に強く、非常に公平だった。私は彼から多くのことを学んだ。 クロードはマック・イーンが4歳の誕生日に赤い三輪車を与え、マック・イーンは後に、これがレースに関心を抱くきっかけとなったと語っている。8歳の時に彼は母親によってインディアナポリスに連れて行かれ、母の新しい夫と共に暮らした。マック・イーンは農場を去る時の特別な思い出を語っている。クロードおじさんの農場を離れる日、彼は私に、 個人的な選別名がケースの内側にある金の懐中時計マイナスをプレゼントしてくれた。その名は私の息子だったスティーブへとあった。ディスレクシアと幼い頃の耳の感染症により部分的な難聴があったためスティーブは新しい生活に馴染むことができなかった。ケーフは彼を叩き彼は9歳で家を出て悪さをするようになった。すぐにストリートギャングに 仲間入りし、美罪を繰り返した。母親は彼の振る舞いをコントロールできず、彼をスレイターに送り返した。マック・イーンが12歳の時、ジュリアはクロードに対して、ロサンゼルスの新居で彼女と共に暮らすため息子を引き取りたいと手紙を書いた。ジュリアは2番目の夫と離婚し、3度目の再婚をしていた。マック・イーンによると、新しいママ父と彼はすぐに衝突した。 刑ーをマック・イーンはケツキバヤン野郎と呼んだ。彼はマック・イーンと母に拳を振り上げるのを厭わなかった。マック・イーンが再び反抗し始めたので彼は再びクロードの元に送り返された。マック・イーンは14歳で別れの言葉も告げずにクロードの農場を離れ短期間サーカスに加わり、そしてロサンゼルスの母とママ父の元に戻り、ギャングのメンバーとして 微罪を繰り返す日々を再開した。彼は、ハブキャップを盗んでいるところを警察に捕まり、警府の元に返された。警府は彼をひどく殴り、階段から下に投げ落とした。マックインは警府を見上げて、あんたは、また俺に臭い手を突き出した。俺はあんたを殺すと誓う。と言った。事件の後、警府は母親を説得し、マックインを強制するために血のヒルズの、 ボーイズリパブリックに入所させるという裁判所命令に署名させた。ここでマック・イーンは人が変わり成熟し始めた。彼は当初他の少年たちに人気がなかった。そうだな、少年たちには月に一度映画を見に行くために街へのバスに乗れる機会があったとしよう。だが、ある一人がバンガローで仕事を怠けたために彼らはその機会を失った。さて、 彼らはそれについて不満を持ったと考えられるね。私は何度かそれをやってしまった。私は報いを受けたんだ。間違いなく。他の奴らは自分の幸せを妨げる奴に借りを返したんだ。最終的にマック・イーンはボーイズ・カウンシルに選出され、規範生となった。結局、彼は16歳でボーイズ・リパブリックを出所した。彼は有名になってからも、 少年たちと話すために定期的に施設を訪れ、その関係は生涯保たれた。マック・イーンはチノ・ヒルズを出発し、ニューヨークのグリニッジ・ビレッジに移り住んでいた母親の元に戻った。その後彼は商船に乗り組む二人の水夫に出会い、ドミニカ行きの船で働くと申し出た。彼はその新しい仕事を一度は断念したが、結局は売春宿のタオルボーイに採用された。 その後マック・イーンはテキサスに向かうこととし、点々と職を変えた。彼は石油の井戸掘り人、カーニバルでの小物売り、木こりなどの職を経験した。1947年、マック・イーンはアメリカ海兵隊に入隊、一等兵に昇進し、戦闘部隊に配属された。当初彼はその反抗的な態度を荒々わわにし、二等兵に7回降格した。 彼は、週末の休暇が終了した後、無断で隊に戻らず、ガールフレンドの家に2週間泊まり、憲兵によって捕らえられた。彼は逮捕の際に抵抗し41日間、映像入りした。この一件の後、彼は、自己改善にエネルギーを集中させると決心し、海兵隊の規律を受け入れた。彼は、北極海での演習中に、他の海兵隊員5名の命を救った。 タンクの中にいた5名を流氷がタンクを突き破る前に助け出した。彼は議場兵に任命され、トルーマン大統領のヨットの警備に配属された。マック・イーンは1950年まで海兵隊で勤務し、その5名を除隊した。彼は後に海兵隊時代は楽しかったと語っている。セントルイス銀行強盗でのマック・イーン1952年。 G.I. ビルによる援助金を得てマック・イーンはニューヨークでサンフォード・マイズナーのネイバーフットプレイハウスで演劇の勉強を始めた。噂によれば後にキング・オブ・クールとあだ名されるマック・イーンの初めてのセリフは1952年にイディッシュ・シアターのスター女優であったモリー・ピコンがプロデュースした劇中でのダイアログであった。マック・イーンの演じたキャラクターが発した。 短いセリフは、アルツイズ・ファーラエルンであった。この間に彼は、ステラードラーに演技を学び、そのクラスで、ジアスカラと出会っている。彼は、週末にロングアイランドシティレースウェイで行われる、レースに参加して、賞金を稼ぎ、所有した、多数のバイクの最初となるハーレー・ダビッドソンを、購入した。彼はすぐに優れたレーサーとなり、 毎週末におよそ100ドルの賞金を稼いで家に帰った。その後 ABC のジュークボックスジュリーに音楽の審査員として出演した。マック・イーンはペグ・オー、マイ・ハート、結婚式のメンバー、ツー・フィンガーズ・オブ・プライド等の劇に早くとして出演した。ブロードウェイのデビューは1955年の夜を逃れてで、ベン・ギャザラが主役であった。 1955年後半に25歳のマック・イーンはニューヨークを離れカリフォルニアに向かった。エコーパーク地区のベスタ通りに住みハリウッドでの演劇の仕事を探した。ウェスティングハウス・スタジオ1のエピソードザ・ディフェンダーズに出演するとハリウッドのマネージャーであるヒラード・エルキンスの目に留まる。エルキンスは B 級映画が若い俳優を評価するのに適した場所だと決めた。 マック・イーンは、ロバート・ワイズの、傷がらけの栄光に、最初の早くを得た。続いて、ニューヨークの顔役、マック・イーンの絶対の危機、セントルイス銀行強盗に出演した。マック・イーンの最初のブレークは、テレビ映画であった。デール・ロバートソン主演の NBC の西部劇、拳銃街道に出演した。マック・イーンのマネージャーとなったエルキンスは、 プロデューサーのヴィンセント・ M ・フェンリーへの売り込みに成功し、トラックダウンに賞金稼ぎのジョシュランダル役で出演することとなった。トラックダウンの主役は古くからのニューヨークでのレース仲間であったロバート・カルプであった。その後マック・イーン主演のパイロットフィルムが撮影され、それは拳銃無宿のタイトルで1958年9月に CBS で放送された。 拳銃無宿でのマック・イーン、バージニア・グレックと1959年。拳銃無宿の DVD のインタビューで、トラックダウン主演のロバート・カルプは、ハリウッドにマック・イーンを連れてきて、ランダルの役がもらえるようにしたのは自分だと主張している。彼は、マック・イーンに、早打ちの芸術を教えたのだというのである。そして撮影の2日目には、 マック・イーンが彼を叩きのめしたのだと付け加えている。マック・イーンはこのシリーズに出演することでよく知られるようになった。ランダルの特別なホルスターは典型的な西部劇のキャラクターがリボルバーを収めたのに対して総動フのウィンチェスターライフルを収めることができた。しかしながらガンベルトのカートリッジはより手ごわく見えるということでダミーの45から70が選ばれた。 賞金稼ぎの一般に否定的なイメージと結びついて、ミステリーと無関心で満たされる、アンチヒーローのイメージを増し、この番組を典型的な TBS 部劇から卓越させた。1958年から1961年、前半まで続いた94のエピソードでマックイーンは、ロサンゼルス、チャッツワースのアイバーソンムービーランチの馴染みとなった。拳銃無宿の、 屋外アクションの大半は同所で撮影された。29歳の時にマック・イーンは重要な俳優の仕事を得た。サミー・デイビス・ジュニアがラジオでフランク・シナトラについて否定的な発言をした後、戦運からシナトラがデイビスを降板させ、その役がマック・イーンに回ってきた。シナトラはマック・イーンに特別な何かを感じた。マック・イーンが演じたビル・リンガーは ジープを高速で運転したり、飛び出したり、トミーがも扱ったりした。戦運の後、監督のジョン・スタージェスはマック・イーンに次の映画の役を与え、彼にカメラを与えると約束した。荒野の7人でマック・イーンは、ビンタナーを演じ、ユルブ・リンナー、ロバート・ボーン、チャールズ・ブロンソン、ジェームズ・コバーンラと共演した。同作は、マック・イーンの初のメジャーヒット作となり、 拳銃無宿からの撤退につながった。無口なマックイーンの集中的な描写は彼の経歴を描き出した。彼は射撃の際にタッチを付け加えた。それはショットガンを振って弾丸をロードする際、ショットのバックグラウンドの間に銃を繰り返しチェックすること、帽子の縁を吹くことなど。その仕草は共演者のブリンナーを悩ませた。 彼はマック・イーンが場面を盗もうとしていると主張した。本作の悪役、カルベラを演じたイーライォ・ラックは自助伝で、ブリンナーとマック・イーンのキャラクターが初めて出会う壮烈シーンの撮影を見ている間、自分の楽しみを隠すのに苦労したと伝えている。ブリンナーはマック・イーンがショットガンを大きく振るアクションに激怒した。それは観客の注意をマック・イーンに効果的に回した。 ブリンナーは、マック・イーンと同じ場面の中で銃を抜くことを拒否した。そして、彼のキャラクターが銃を早く抜くのを望まなかった。マック・イーンは、スタージェスの次の大作、大脱走にメインキャストとして出演することとなった。同作は、第二次世界大戦中に、ドイツ軍の捕虜収容所スタラグルフト3で発生した、脱走事件を元にした実話であった。マック・イーンが演じる、 バージルヒルツはオートバイで、鉄条網をジャンプするが、保険会社が契約に難色を示したためマックイーンは、実際にジャンプできず、代役として、友人でワイク仲間のバドエキンズが行った。エキンズは遠目ではマックイーンによく似ていた。後に、ジョニー・カーソンが、ザ・トゥ・ナイト・ショーの放送で、マックイーンのジャンプを祝福しようとすると、マックイーンは、あれは、僕じゃない。あれは、 バド・エキンズだ。と言った。本作は工業的に大成功し、マック・イーンのスーパースターとしての身分を確実にした。1963年、マック・イーンはマンハッタン物語にナタリー・ウッドと出演した。その後、ネバダ・スミスを演じたが、これはハロル・ド・ロビンズの小説、大いなる野望からのキャラクターで、小説の映画版は2年前に制作され、アラン・ラットが、 ネバダ・スミスを演じている。ネバダ・スミスでは、カール・マルデン、スザンヌ・プレシェットと共演し、同作は工業的に大成功した。マック・イーンは1965年の新シ品シキキットでポーカープレイヤーを演じた後、1966年のーカン・サンパブロで機関兵を演じ、自身唯一のアカデミー賞にノミネートされた。同作では、キャンディス・バーゲン。 リチャード・アッテンボローと共演している。ジャクリーン・ビセット、ロバート・ボーン、ドン・ゴードンらと共演した1968年のブリッドは彼の最も有名な映画の一本であり、オスカー賞候補にノミネートされた。同作では、先例がなく、その後果てしなく模倣されることとなるサンフランシスコでのカーチェイスが特徴であった。マック・イーンは運転シーンがクローズアップされたが、 実際に運転したのはカーチェイスシーンのおよそ1割で残りの部分はスタントドライバーのバド・エキンズとローレン・ジェーンズが運転した追われる黒のダッチチャージャーはベテランスタントドライバーのビル・ヒックマンが運転したマック・イーン、その代役とヒックマンはシーンが撮影される前に高速で接近して運転する練習をして数日を過ごしたブリッドは制作予算がオーバーしたため ワーナーブラザースは彼の残りの映画に関して契約を取り消した。ブリッドが工業上大ヒットとなり、ワーナーブラザースはマック・イーンを取り戻そうとした。しかし彼はそれを拒絶した。そして次回作は独立スタジオが制作し、ユナイテッド・アーティストが配給を行うこととなった。この映画のためにマック・イーンはイメージの変更を選んだ。 1968年の華麗なる賭けでは華やかな不合役を演じ共演はフェーダナウェイであった。翌年彼はウィリアム・ホークナー原作の南部の時代劇華麗なる週末に出演した。サミーは僕の方が彼よりも歌もダンスも上手いのにしばし高圧的な言動なんだと発言1971年マック・イーンは十分に認められなかったカーレース映画。 栄光ノルマンに出演。翌72年には、ローロデオノリを描いたジュニア・ボナー、華麗なる挑戦に出演した。その後再び、サム・ペキン・パー監督のゲッタウェイ、1972年に出演、同作で、後の妻となるアリマック・ローと共演した。1973年には、パピオンでデビルズ島の囚人を演じた。同作では、ダスティン・ホフマンが、 悲劇的なサイドキックを演じた。1973年、ローリングストーンズがアルバム、ヤギの頭のスープに収録した、スタースターでマック・イーンについて言及した。伝えられるところでは、マック・イーンはこれを楽しみ、個人的に許可を与えた。ゲッタウェイ公開時までマック・イーンは、世界で最も高級鳥の俳優であった。しかし、1974年の、 タワーリング・インフェルノで長年のライバルであったポール・ニューマンやかつて共演したダナウェイと共に出演して世界的な大ヒットを記録した後、マック・イーンは公衆の前から姿を消しオートバイレースに集中したり、モーターホームとビンテージのインディアンと共に国中を旅行した。彼は1978年の民衆の敵まで復帰しなかった。 ヘンリック・イップセムの戯曲を映画化した本作では、髭を蓄えメガネをかけた19世紀の医師を演じたが、全国での公開は見送られ、自主上映会などで公開された。彼の最後の2つの映画は、実話に基づいていた。トム・ホーンは、元陸軍の石膏兵が、プロのガンマンとして、大牧場に雇われ牛泥棒を追い詰め、後に、羊飼いの少年を射殺した容疑をかけられるという、 西部劇で、ハンターは、現代の賞金稼ぎについてのアクション映画で、両方とも1980年に公開された。マック・イーンは、ティファニーで朝食を、の主演男優を依頼されたが、拳銃無宿の契約のため受けることができなかった。また、オーシャンと11人の仲間、墓石とケツと、明日に向かって撃て、ザ・ドライバー、地獄の目視録、ジャックポット、ダーティハリー、 遠すぎた橋、フレンチコネクション、未知との遭遇などの出演も依頼されていた。グランプリの DVD に収録された、ジョン・フランケンハイマー監督とジェームズ・ガーナーのインタビューによると、フランケンハイマーは当初アメリカ人、会一ドライバーのピート・アーロン役に、マック・イーンを考えていた。フランケンハイマーはマック・イーンに会って、出演交渉をすることができず、代わりに、プロデューサーで、 ビジネスパートナーのエドワード・ルイスをマック・イーンの元に送った。マック・イーンとルイスはたちまち衝突し、階段はご破産となり、ガーナーがアーロン役に起用された。スティーブン・スピルバーグ監督は、未知との遭遇のロイニアリー役に、当初マック・イーンを考えていた。未知との遭遇の DVD でスピルバーグは、バーで、マック・イーンに会い、 そこでマックイーンはビールを次から次へと飲んで酔っ払っていたという。別れる前にマックイーンはスピルバーグに対して役を受けることはできない。なぜなら急に合わせて泣くことができないからだと話した。スピルバーグはニアリーが泣くシーンをストーリーからカットすると申し出た。しかしマックイーンは異議を唱え、それは脚本の中で最高の場面だと語った。ニアリー役は 結局リチャード・ドレーファスが演じることとなった。ウィリアム・フリードキン監督はマック・イーンを恐怖の報酬の主役に起用することを望んだ。恐怖の報酬はドミニカ共和国で主に撮影されることになっていたが、マック・イーンは撮影期間中にアリ・マック・ローと離れたくなかった。マック・イーンはマック・ローをプロデューサー役で出演させるようフリードキンに頼み、 彼女は使用部分の撮影時にその場に居合わせることが考えられた。フリードキンはこの状態に同意せず、マック・イーンの代わりにロイ・シャイダーを起用した。フリードキンは後にマック・イーンを起用しなかったことが映画のパフォーマンスと興行収入を損なったと述べている。スパイ小説家のジェレミー・ダンズは、スティーブ・マック・イーンがイアン・フレミングの小説ダイヤモンド密輸作戦の映画化において、 主役として考えられていることを明らかにした。マック・イーンは南アフリカでダイヤモンド密輸組織に潜入捜査を行う秘密エージェントのジョン・ブレイズを演じる。脚本は1964年の時点で存在したが、プロジェクトは複雑化し、結局棚上げされた。マック・イーンとバー・ブラストライサンドはガントレットに暫定的に配役された。 しかし両者は英語が衝突しうまくやっていくことができなかった。両者は交番することとなり、代わりにクリント・イーストウッドとソンドラ・ロックが起用された。マック・イーンは、リビット・マレルの1972年の小説、ランボーの映画化が発表されると、ジョン・ランボーのキャラクターに対する関心を表した。しかしプロデューサーは、マック・イーンの年齢を理由に、それを拒絶した。 1976年にはボディーガードへの出演を打診された。しかし映画はマックイーンの死後まで制作されなかった。ブラッディガンの計画は1974年初頭に始まり、マックイーンの主演が考えられていたが、制作開始は1980年となり、その頃にはマックイーンは病床にあったため、トム・ゼレックが主演となった。マックイーンは、 レーズ・ザ・タイタニックの主演もオファーされていたが、脚本は平凡であると感じられた。タワーリング・インフェルの出演後に、アーウィン・アレンと契約し、1980年に続編への出演を打診されたが、すでに病床にあった。映画化は廃棄され、アレンはポール・ニューマン主演で、世界崩壊の序曲を制作したが、工業的に大失敗した。マック・イーンは、 タワーリング・イン・フェルの2を辞退した直後に死去した。マック・イーンの愛は、ドクト、アイシャ・ジャガー XKSS マック・イーンは熱心なオートバイとレースカー卿であった。映画の中で車を運転する機会があれば、彼は自身のスタントを行い、その中には、ブリッドにおけるカーチェイスや大脱走のオートバイチェイスが含まれた。大脱走の鉄条網を飛び越えるシーンでは、 保険の関係もあって、バドエキンズが代役を務めたが、マック・イーンは 650cc のトライアンフ t r クトロフィーをかなりのシーンで運転している。スタントライダーとマック・イーンの技量の差を見つけることは難しいが、編集されている部分で、マック・イーンがドイツ兵の制服を着ている部分では別のオートバイを運転している。ブリッドの運転シーンのおよそ半分は、 ローレン・ジェーンズが担当した。マック・イーンとジョン・スタージェスは、第1レースについての映画、デイオブ・ザ・チャンピオンを制作する予定であった。しかしマック・イーンは、ホーカン・サンパブロの撮影が遅れ、多忙であった。彼らは、ドイツのニュルブルク・リンクとの契約があり、ジョン・フランケンハイマーがそこで、グランプリの撮影を行った後、リールはスタージェスに引き渡された。 フランケンハイマーは予定でリードしており、マック・イーンとスタージェスのプロジェクトは取り消された。マック・イーンはプロのレースカードライバーになることを考えた。1961年にはイギリスツーリングカー選手権の第7戦ブランズハッチに BMC のミニで参加、3位でフィニッシュしている。1962年3月23日、セブリング12時間レースでは、 ペドロ・ロドリゲス、スターリング・モス、イネス・アイルランドと共にチームを組んで参戦。その前座で行われた 1000cc 以下の車に限定された3時間耐久レースでは、オースチン・ヒール・エス・プライト・マーク2にも乗っていた。1970年のセブリング12時間レースでは、ピーター・レブソンと組んで、ポルシェ908、レーニオ、ドライブ2週間前に、 オートバイの事故で左足を怪我していたにもかかわらず、3リッタークラスで優勝し、総合では、マリオ・アンドレッティ、イグナツヨ・ギュンティ、ニノ・バッカレラ組の5リッターフェラーリ 512S に23秒遅れの2位であった。このポルシェ908、02は、マック・イーン自身のソーラープロダクションから、栄光のルマン用のカメラ車として1970年のルマン24時間レースにエントリーした。 マック・イーンは、ジャッキー・スチュワートとポルシェ917をドライブしたがったが、映画の講演者はその場合サポートから手を引くと、主張した。ルマンで24時間ドライブするか、映画を制作するために、夏の間ドライブするかを選択しなければならなくなり、マック・イーンは後者を選択した。マック・イーンは、オフロードのオートバイレースにも参加し、しばしばビッサ・ホーネットを走らせた。 彼はまた、1970年のロンドン、メキシコラリーにブリティッシュレーランドチームのコドライバーとして、トライアンフ2500パイで参加する予定であったが、映画の契約のためそれを断念しなければならなかった。彼の最初のオフロードバイクは、エキンズから購入したトライアンフの 500cc であった。マック・イーンは、西海岸で行われたオフロードレースの多くに参加し、その中には、 バハ戦、ミント400、エルシノアグランプリなどが含まれた。1964年、マック・イーンとエキンズは、東ドイツのエアフルトで開催される、インターナショナル・シックス・デイズ・エンデューロの、シルバーベースカテゴリーに参加する、初の公式アメリカチームの4名のライダーに加わった。A チームは8月末に、イングランドに到着し、使用する 649cc と490、 CC のバイクをトライアンフのファクトリーから集めオフロード用に改造した。当初古くからのイギリスのオートバイディーラーに輸送の手配を依頼したのが期待外れとなりトライアンフのディーラーであった H&L モータースが適当な車両を供給するのに踏み出した。チームはイギリスの臨時マネージャーとともにドイツに到着すると B チームはヨーロッパ在住アメリカ人が 個人的に加わり、ヨーロッパ製のマシンで参加していたことを知って驚いた。マックイーンのアイスとの競技番号は278で、それはトライアルのスタート順に基づいていた。両チームともにクラッシュを繰り返した。マックイーンは事故のダメージを回復できずリタイアし、エキンズは足を骨折して退した。両者とも3日目のことであった。 B チームの1名のみが6日間のイベントを完走した。イギリスの月刊誌、モーターサイクルスポーツはトライアンフのツインに乗る。チームは賞賛に値するスタイルとまではいかないが、何度も落ち車し、6日間の競技で多くの人々が誰が勝利するかを心配していたかを抜きにして、どこでも素晴らしいダッシュを見せたのは明らかだった。とコメントした。 マック・イーンは1978年にオフロードモータースポーツ栄誉の殿堂入りした。1971年、マック・イーンのソーラープロダクションはクラシックバイクのドキュメンタリー、栄光のライダーに資金を提供した。同作にはマック・イーンが出演し、共演はマートロー・ウィルとマルコム・スミスであった。同年、マック・イーンがハスクバーナのダートバイクにまたがった写真が、 スポーツイラストレーテッド氏の表紙を飾った。マック・イーンはモータースポーツ用のバケットシートを設計し、その特許は1971年出願された。エド・サリバン賞用に、マック・イーンはデューンバギーに乗って高速で砂漠の周りをドライブした。その後、エド・サリバンは、それは相当なドライブだったと語った。マック・イーンは何台かのクラシックオートバイと、 エキゾチックなスポーツカーを所有した。その一部は以下を含む他何度か試みたにもかかわらず、マックイーンは自身がブリッドで運転したフォードマスタング GT390 を購入することができなかった。それは駆動系がマックイーンのドライビングスタイルに合わせて改造されたものであった。映画で使用されたマスタング2台のうち1台はひどく破損し、修理は不可能と判断され、 スクラップにされた。マック・イーンはまた飛行機も操縦し、何機かを所有した。1931年型のピトケアン PA-8 複用機ほか、1930年代、40年代のクラシックな飛行機が何機か含まれた。それらはハリウッド北西にあるサンタポーラ空港に中期されていた。マック・イーンと最初の妻にいるアダムス、ヒッチコック劇場の 南から来た男で、1960年、1972年にアラスカで撮影されたマグショット。マック・イーンは飲酒運転で逮捕された際、その写真撮影でピースサインを行い、貢権力を挑発した。ニューヨークでステラードラーの学校に通うま、マック・イーンはジアスカラと交際していた。1956年11月2日に彼は、 女優のニール・アダムスと結婚した。アダムスとの間には、娘のテリー・レスリー、息子のチャドがいた。マック・イーンとアダムスは1972年に離婚した。自助伝、マイ・ハズバンド、マイ・フレンドでアダムスは結婚生活が破綻を、期たしていた間の1971年に彼女は、流産したと述べている。1973年8月31日、マック・イーンは、 女優のアリー・マック・ローと結婚した。しかし、この結婚生活は1978年の離婚で終わった。マック・ローは、マック・イーンとの間にできた子供を流産している。1980年1月16日、その死の1年足らず前にマック・イーンは、モデルのバーバラ・ミンチと結婚した。マック・イーンの4人の孫のうちの1人は、俳優のスティーブン・アール・マック・イーンである。 1971年から1972年、アダムスと離婚し、マグローに出会う前の間に、マック・イーンは、ジュニア・ボナーで共演したバーバラリーと関係を持っていた。彼女は妊娠し、中絶している。女優で、モデルのローレン・ハットーンは、1960年代初期に、マック・イーンと関係を持ったと語っている。マミー・バンドーレンは、マック・イーンと関係を持ち、 彼と幻覚剤を試したと主張した。マック・イーンは毎日2時間の運動が日課であった。それはウェイトリフティングと5マイルのランニングが含まれた。マック・イーンは闘技道を9段で黒帯のパッド・イー・ジョンソンから学んでいた。マック・イーンは各種の薬物を使用していたことで知られていた。ウィリアム・クラックストーンは彼がほぼ毎日マリーファナを吸っていたと語っている。 電気作者のマーク・エリオットは彼が1970年代初期に相当量のコカインを使っていたと主張している。そして彼はヘビースモーカーでもあった。マック・イーンはしばしば過度に飲酒し、1972年にはアラスカのアンカレッジで飲酒運転のため逮捕されている。 チャールズ・マンソンの信者が1969年8月9日にシャロン・テートの自宅でテートとジェイ・セブリングを含む5名を殺害した。テートとセブリングはマック・イーンの友人であり、マック・イーンも犯人の潜在的標的であったと報じられた。最初の妻によると、マック・イーンはいつでも人前で拳銃を携帯し始めるようになり、セブリングの葬儀でも携帯していた。 殺人の2ヶ月後、警察は殺人の対象者リストを発見し、その中にはマック・イーンの名があった。その結果、マック・イーンの会社はマンソンの脚本を拒絶した。2011年にセブリングが事件当日にテートの家で行われたパーティーにマック・イーンを招待していたことが明らかにされた。マック・イーンによると彼はパーティーに参加しようとしてガールフレンドを誘った。 しかし彼女はパーティーの代わりに自宅で親密に過ごすことを提案した。それによって彼は命を救われることになった。ちなみにこのパーティーにはパラマウントの重役ロバート・エヴァンズも誘われていた。マック・イーンは映画の出演に同意した際、スタジオに大量の無料アイテムを要求するという変わった評判を持っていた。マック・イーンはこれらのアイテムを自身が10代に過ごした。 ボーイズリパブリックの共生施設に寄付していたことが後に明らかになった。マック・イーンはしばしば施設を訪れ、生徒たちと時を過ごし、ビリヤードをしたり、自身の経験を話したりしていた。マック・イーンと大脱走で共演したジェームズ・ガーナーは、お互いにレースに対して関心を持っていたことから親友となった。ガーナーはマック・イーン宅の下手に住んでおり、マック・イーンは改装している。 私はジムが自宅できちんとしているところを見ることができた。花は手入れされ、庭には紙くずもなく、芝はいつも刈られていた。それで私は彼をイラつかせるため、彼の通り道にビールの空き缶を投げ捨て始めた。彼は家を出ると、道をきちんときれいにしなければならず、すべての空き缶を持って家に帰った。犯人が私だとわかるまで、彼は長い時間がかかった。 マック・イーンの3番目の妻、バーバラ・ミンティは、次女、スティーブ・マック・イーン、ザ・ラストマイルで、マック・イーンが晩年に、福音主義に回収したことについて述べている。彼が回収したのは飛行インストラクターのサミー・メイソン、その息子ピートと、バーバラの影響を受けたためであった。マック・イーンは、地元のベンチュラ宣教師協会に出席し、彼の死の直前には、 マ音クイン伝道士のビリー・グラハムが訪ねてきた。マックイーンは1978年に持続性の咳に悩まされるようになった。彼は禁煙し、抗生物質による治療を受けたが改善できなかった。息切れはより顕著に増加し、ハンター撮影後の1979年12月22日に精密検査で胸膜中皮腫が発見された。数ヶ月後、マクインは 医学インタビューで自分の症状はアスベスト暴露が原因だとした。マックイーンはアスベストが映画スタジオの防音材に使われたり、レーシングドライバーのスーツやヘルメットに含まれていると信じていた。しかし彼は海兵隊で兵員輸送船のパイプからアスベストを除去する際に大量に暴露されたことが病気の直接的な結果であったのではないかと考えた。 1980年2月までには広範囲にわたる転移が発見された。彼は病状を秘密にしようとしたが、ナショナルエンクワヤラー氏は1980年3月11日にマック・イーンが末期がにかかっていることを明らかにした。7月にマック・イーンはアメリカの医師たちが彼を延命させる方法は何もないと話した後、非標準的な治療法を受けるために、 メキシコのロサリトビーチに向かった。マックイーンは、ウィリアム・ドナルド・ケリーの治療を求めたため、メキシコへの旅行は論争となった。ケリーは、コーヒー艦長、シャンプーによる頻繁な洗浄、牛や羊の生きた細胞を含んだ液体の毎日の注入、マッサージ、冷トリルを用いた、ゲルソン療法のバリエーションを進めており、主流の医師からは典型的な偽医療だと、非難されていた。 マック・イーンは3ヶ月間のメキシコ滞在で、ケリーに対して1ヶ月に少なくとも4万ドルの現金を支払った。ケリーが持っていた唯一の医療ライセンスは死列強制のみであった。マック・イーンが患者であったことが明らかとなり、ケリーの治療法は従来の新聞やタブロイド誌においてセンセーションを引き起こした。マック・イーンは10月上旬に帰国した。癌の転移にもかかわらず、 ケリーはマックイーンが完全に治癒し通常生活に戻ると公的に発表した。マックイーンの病状はすぐに悪化し、巨大な腫瘍が腹部に生じていた。1980年10月下旬、マックイーンはメキシコのチワワ州シューダーフアレスに向かった。肝臓に腫瘍が発見され、アメリカの医師からは心臓が手術に耐えられないと警告を受けたにも、かかわらず、 摘出手術を受けるためであった。マック・イーンはサム・シェパードの偽名でフアレスの小さなクリニックに入院した。クリニックの医者とスタッフは彼の正体を知らなかった。フアレスのクリニックで腹部と首の多数の転移性腫瘍を除去する手術を受けた12時間後、マック・イーンは1980年11月7日午前3時45分に心停止のため死去したという。 50歳であった。エルパソタイムズによると、彼は睡眠中に死去した。ベンチュラ宣教師協会のレナード・デイビットは、マック・イーンの追悼式を統括した。マック・イーンは、火葬に付され、異界は太平洋に散骨された。ロップ・ラビッツ・アズ・ペッツによると、マック・イーンは、指揮官金の晩年を動物介在療法で、用いられる、ロップイヤーウサギの一種である。 フレンチロップと共に過ごしたという。生涯における来日回数は2回。初来日は1966年、法官サンパブロのプレミア時。当時の妻のニールも帯同している。ただし次の会場が香港であったため、日本での滞在時間はわずか20時間であった。2回目は1978年の肖像権、訴訟時である。国際運転免許証の写真。 マックイーンの人気は不変である。他の死去した有名人のように商業的に飽和することを避けるため彼のイメージを使用するライセンスは制限されている。2007年の時点でマックイーンの財産は死去した有名人が稼ぎ出す財産のトップ10に入っていた。2007年4月、マックイーンはナショナルカウボーイウェイスタンヘリテージミュージアムの 式典で偉大な西部劇俳優の殿堂入りした。1999年11月、マック・イーンはオートバイ栄誉の殿堂入りした。彼は栄光のライダーの制作資金を調達し、一連のオフロードライダーを支援し、オートバイに対する一般のイメージ強化に貢献しているとされた。未完成のストーリーボードとノートをもとにし、マック・イーンが死の前に撮影したフィルムが、 マック・ジーの制作会社であるワンダーランド・サウンド・ビジョンによって生産される予定であった。ユカタンは壮大な冒険の強盗映画と言われ、2013年のリリース予定であったが、2016年2月現在発売されていない。ロバート・ダウニー・ジュニアと妻のスーザン・ダウニーの制作会社、チーム・ダウニーはユカタンを映画として公開することに対する関心を表した。 インディアナ州ビーチグローブの公立図書館はマックイーンの80回目の記念日を祝うために2010年3月16日に正式にスティーブ・マックイーン製探知コレクションを公開した。2005年 TV ガイド氏は史上最もセクシーなスター50名のリストでマックイーンを26位にランクした。2012年マックイーンはアスベスト病認識機構からウォーレンジボントリビュート アワードを受賞した。2015年のドキュメンタリー、スティーブ・マック・イーンその男とルマンは、1971年の栄光のルマンでのマック・イーンと、その制作についての探求を明らかにしている。同作では、息子のチャド・マック・イーンと元妻のニール・アダムスが、インタビューに答えている。アカデミー・フィルム・アーカイブは、スティーブ・マック・イーン、ニール・アダムスコレクションを収納している。 同コレクションには個人のプリントやホームムービーが収められている。1971年の栄光ノルマンの日本での宣伝に際してタイアップ企業となった松下電気産業とヤクルト本社が映画のスチルやフィルムを製品の広告と組み合わせた宣伝を自分の承諾なしに行ったとしてこの両社及び配給会社の等は広告制作者の電通を相手取り 肖像権侵害の損害賠償として100万ドルを求める裁判を1973年に日本の東京地方裁判所に提訴した。マック・イーンが裁判を起こしたのは単に肖像を結果として無断使用されたからというだけの理由ではなかった。彼が1978年に日本の裁判所に出廷して証言したところによると、乳酸製品は自分が好まないもので、 本来なら絶対に引き受けることがない仕事であること。日本の家電メーカーのラジオについては自分は商品の説明を受けておらず、それに対する責任を引き受けることができないからだと述べている。この裁判は1980年11月10日に判決が下された。判決ではタイアップ広告の手法は広く映画の宣伝において一般に認められているもので、 マックインの代理店と東和の間の契約条項の範囲内であるとした。このため、東和側が承諾の必要性を検討する注意義務はなく、過失を問うことはできないと認定し、マックイン側敗訴の判決を下した。マックインが九百六十八年の華麗なる賭けで着用した青いサングラスは二千六年にロサンゼルスのボーナムズバターフィールズオークションで七万二百ドルで、 落札された。同オークションでは彼のオートバイコレクションの一台1937年型クロッカーが世界記録となる276,500ドルで落札されている。2007年8月16日にはマック・イーンが所有していたメタリック・ブラウンの1963年型フェラーリ 250GT ベルリネッタ・ルッソが231万ドルで落札された。 2006年に売却された3台のオートバイを除いて、マックインのオートバイコレクション130台は、彼の死から4年後に売却された。栄光ノルマンのオープニングシークエンスに登場した1970年型ポルシェ 911S は、2011年8月にオークションで135万5000ドルで売却された。ロレックスエクスプローラー2、ロレックスサブマリナーは、 2009年6月11日にオークションで23万4000ドルで落札された。これは世界記録であった。マック・イーンは左利きであったため腕時計は右手首につけていた。マック・イーンはタグホイヤーのアンバサダーを務めた。1970年の栄光のルマンで彼は青のモナコ1133バイトを着用した。それは 腕時計コレクターの間でカルトなステータスを持つに至った。彼が着用したタグホイヤーは2009年6月11日のオークションにおいて87,600ドルで落札された。タグホイヤーは現在もモナコのプロモーションにマックイーンのイメージを使用している。2009年からトライアンフモーターサイクルはマックイーンの財産管理団体からの認可を受けて マクイーンをフィーチャーしたトライアンフブランドの一連の衣類を販売した。それは特に彼が参加した1964年のアイストに関するものであった。イギリスのネオアコグループ、プリハブ・スプラウトは1985年6月にセカンドアルバムスティーブ・マックイーンをリリースした。アメリカ合衆国ではマックイーンの財産管理団体との法的争いのため、 ツーホイールズグッドに変更された。マックイーンの出演した作品の映画チラシはとても人気が高く、高額な値段がつくものもあり、コレクターの間では死後も人気を誇っている。具体的な例として、傷だらけの栄光、マックイーンの絶対の危機、千運、荒野の七人、ガールハント、戦う翼、大脱走、マンハッタン物語、ハイウェイ、 新品ティキットなどの初版チラシが挙げられる。写真集に、スティーブ・マック・イーン、マック・イーン・ザ・ヒーロー、スティーブ・マック・イーン・スタイルがある。また、彼が所有していた、膨大な数のスポーツカーやオートバイの写真集、マック・イーンズ・マシンも出版されている。ブルース・ウィリスは演技の手本としている俳優の一人に、クーパーの名前を挙げている。隣人には、ザ・フーのドラマー、キース・ムーンがいた。 ロック史上に残る変人を隣人に持ったマック・イーンは大いに悩んだという。ホーカン・サンパブロでのロケ中、メイクアップアーティストのビル・ターナーと、カオリナ・ナラ・ターナーのナコードを進んで取り持つなど、人情化の一面もあった。近年、女性歌手のシェディル・クローが、スティーブ・マック・イーンという作品を発表している。ホンダ・会一の初代ドライバーロニー・バックナムとは、親友だったほか、 ブルース・リーとは武道での指定関係そして親友でもあり、リーの下積み時代を支えた一人である。またチャック・ノリスが教える、空手の道場に息子のチャドともに生徒として通っており、ノリスに俳優への道を強く進め、彼の主演作を劇場で共に鑑賞し、演技についてアドバイスしている。ノリスはマック・イーンからの教えを忠実に守り、主演級俳優へと成長した。 主に担当していたのは以下の二人である。1959年の拳銃無宿以降、ほとんどの作品でマックイーンの吹き替えを務めた。吹き替えファンからもマックイーンの声優として認知されており、スケジュールの都合で他の声優がマックイーンを吹き替えたところ、声が違うとテレビ局に苦情が殺到。改めて宮部で吹き替えが作り直されたこともあったという。 宮部自身も副業で経営していた新宿歌舞伎町のバーにラストヒーローマックイーンクラブと名付けるほどマックイーンを気に入っており、マックイーンが亡くなった際には彼の死は肉親を亡くした以上にがっくりきましたとコメントしている。主にテレビ朝日でマックイーンの映画が放送される際に起用され、宮部と同じくほとんどの作品でマックイーンの吹き替えを担当。吹き替えファンから マックイーンのもう一人の声優として認知されている。内海自身は、マックイーンの吹き替えを演じてきた中で唯一の二枚目であり、自身のアテレコ氏の頂点であると語っており、今まで演じた中で一番好きなキャラクター、または俳優に、パピオンのマックイーンを挙げている。この他、ジョータツヤやイブマサトなども、複数の作品でマックイーンの吹き替えを担当している。 1973年、日本のバイク、自動車メーカーのバイク CM に出演した。この出演については、企業のスタッフがテストしているところにたまたま、マック・イーンが遊びに来て、このバイクを気に入ったことから実現したという。死後の1998年、ポール・ストリートが、アメリカのバイク、自動車メーカーのコマーシャルを制作し、ブリッドのテーマ音楽が使用された。プーマのオートバイは、 大脱走で使用されたものとよく似たオートバイであった。ありがとうございます。